親父はちょうど戦後に、で、その第一次世界大戦の後、ドイツ行ってるわけですよ。ドイツの工科大学、今もありますからね、その大学に留学をして2年間いたのかな。それで帰ってきてましたから、何百万円の資金を持っていかなきゃ物が買えないとかね、その話は現物の資金もうちにありましたし、そういう苦労話をしょっちゅう聞かされてましたし、親父に交互に無理やりやられて、で親父からちらちら聞かれる話があるから、やっぱり親父の影響を受けてるんですよね。まあ大学の3年の時っていうのはもう終戦後ですけど、その頃にはやっぱり法をしっかり起こさなきゃ日本の経済は成り立たないっていうのは、ことはよく真剣に考えていたんじゃないですか。